毎日放送のバラエティー番組関西ジャニ博は大阪府の生物多様性センターと共同で調査し道頓堀川で絶滅危惧種の日本ウナギ11匹の捕獲に成功しましたすげえジャニーズエンターテイメンルトルこの発見に対し大阪府立環境農林水産総合研究所の石井実理事長らが毎日放送を訪れ テレビ番組で生物多様性の重要性を真摯に伝え続け、生態系への社会の関心を高めたとして感謝状を贈りました。番組では今回の発見について、生物多様性センターと共同で論文を執筆していて、今後も道頓堀川の日本ウナギについて調査をしていく方針です。